ハップルの音さず、ハップル分類は銀河をその形態によって分類する方法。エドウィン・ハップルが1926年に提唱した。大きく分けると、楕円銀河、レンズ状銀河、渦巻銀河、棒渦巻銀河と、どれにも当てはまらない不規則銀河がある。単純な回転楕円体の形をしており、これといった内部構造のない銀河である。記号はいい。 扁平率によってさらに細分類されており、を10倍した数字を E の後につける。つまり、球形の銀河は E0 となり、平たくなるに従って数字が大きくなっていく。長形と短形の比が約10、4、E7 よりも扁平な楕円銀河は見つかっていない。中央に回転楕円体の形状をしたバルジという部分があり、その周囲に円盤部を持つ銀河。 ディスクの中には、過剰腕が見られる。記号は S。過剰腕の巻き込み、具合が最もきついものを、さ、以下緩くなるに従い SB、SC と表す。さから SC に向かうにつれて、ディスクに対するバルジの大きさの比が小さくなる。バルジの部分が棒状の構造になっていて、その周囲に過剰腕を持つ銀河。記号は SB。渦巻き銀河同様。 巻き込み、具合によって、スパ、SBB と細分される。バルジの構造はあるが、円盤部が認められない銀河。記号は、S0。蒸気のいずれにも当てはまらない銀河。記号は、I。衝突している銀河によく見られる。正確には、ハップル分類にはない種類である。ハップルは、e、E0、E1 と、大円銀河が進化し、レンズ上銀河を経て、渦巻き銀河と、 棒渦巻き銀河に分化すると考えた。この模式図は温差のような形をしているため、ハップルの音差図と呼ばれている。しかしその後の研究により、楕円銀河より渦巻き銀河の方が一般に回転が早いこと、渦巻き銀河には生肝ガスが大量に含まれるのに対して、楕円銀河にはほとんどガスが見られないことなど、様々な性質の違いが明らかになり、 この考え方は否定されている。しかし、現在でもこの考え方に基づいて、ハップル図上で相対的に左側にある銀河を早期型、右側の銀河を晩期型と呼ぶことは多い。ありがとうございます。